光秀は逆賊桃地を倒し伊賀忍団を壊滅に追い込む。だが依然として己のなすべきことは見出せずにいた。そんな折、光秀のもとに信長から使者が訪れ、秀吉の西国攻略の御詰めとして出陣命令が下される。己が身の振り方に思い悩む光秀、気づけばその足はかつて希望を語らったあの木の下へと向かっていた。光秀編第6章、さみだれ。本能寺の変。中の希望を守り抜くため乱れし現世を打ち砕く。そのために俺がなすべきは何者だ。光秀さん、俺はどうすべきだったんだろうな。美月、乱世を壊すっていう親父の言葉を信じて戦ったけど、かえって深まる乱世の中で大切な仲間を失って親父を信じられずに桃地さんについていったものの、結局駒として使われてただけだった。前にこの木の下で感じた未来への希望はどうやっても叶えられないのかな。まだ終わってはいない。この悲しき乱世を壊すために信長も俺も女王を殺して戦い続けて。乱世を壊すためだって笑わせるなよ。今の乱世を作ってるのは親父本人じゃねえか。信長が乱世を、確かに天下第一の勢力を得てなお戦を続ける信長は今やこの乱世の根源。光秀さん、礼を言う。おかげで俺の進むべき道が見えた。光希、お前も自分の道は自分で開け。いいな。自分の道は自分で開けか。よし、俺もこの気持ちに決着をつけに行くとするかな。その顔、迷いが晴れたようですな。なればぜひ進むべき道をお示しくだされ。ああ、利光、俺は信長を討つ。は、殿、今なんと。俺は信長を討つ。乱世の象徴たる信長を討ち、乱世を終わらせる。それが俺がなすべきことだ。なれど、信長様を討てば殿は謀反人の咎を背負う。これ以上の過度な献身はさすがに看過できませぬ。信長様の大願のため殿が犠牲となるなど、なぜそれがしが許せるとお思いか。すまない。だが全ては覚悟の上、俺の見定めた正しきを今度こそ貫き通したいのだ。そのように晴れがましい顔を向けられては、これ以上いさめようにも言葉がありませぬ。承知した。
それが真に殿の幸福なのであるならば、それがしも微力ながらお力添えいたしまする。お前の協力喜ばしく思う。共に行こう、としみつ。誓いを果たす、殿。それがしに万事任されよ。敵は本能寺にあり。この本能寺にて信長を倒し、俺が乱世を終わらせる。な、続け。一兵たりとも取り逃がすな。王位の完成を急げ。現れよ、十兵。だが、やすやすと撃たれる信長ではない。暴めるものか。耐えきれん。引かせてもらう。なんと見事な一瞬だ。討ち死に。任されよ、お相手いたす。そりゃあせいや。そりゃあせいや。そらふっ、じゃあ後ろを浮かせ。我らが殿を支え抜く。殿の本懐を我らの本懐となせ。姫様の道は我らが開かねばな。果てよ、この程度戦火とは呼べぬゆえ。討ち死に。受けてみよ。なんと目覚ましきご活躍。織田と明智もろともに焼き尽くせとのことだ。遠慮なく火矢を食らわせてやれ。任せろ。いかにんだと。奴らがなぜここに。まさか桃地は未だ生きているのか。この日明智勢によるものではあるのに、どうやら横槍が入ったようだ。敵は払えた。ならば次だ。門は閉ざされ燃え盛っているが、なすべきことのためならば俺は。ホムラが、これでは踏み入ることすらままならぬ。いけませぬ、殿。ナマクラは魔王の懐にいらぬ。俺はもう惑いはしない。撃ちるぞ。俺に続け。おお、炎を超えるか、十分。その息やよし。任されよ。
承知。無事を浮かせ。邪魔しようったってそうはいかねえ。明智光秀、任せろ。お前はここで死にな。見えた。もち、やはり生きていたか。信長を倒すのはお前ではない、この俺だ。横槍は伊賀衆三代執念深い男。伊賀人が出てきた今、我らにも猶予はない。全軍寺になだれ込み、迅速に勝負を決せよ。開門。承知した。安く、俺は一度引く。ここはお前に任せたぞ。返して。織田も明智も残らずこの地で打ち滅ぼすのだ。討ち死に。壊そう。討ち死に。じゃあな、せいぜいあがきよ。待て。逃げ足の早い。だが信長ならば桃地とてたやすく退けよう。俺の邪魔はさせない。再び滅ぶ伊賀人団よ。謀反人どもめ、信長様には指一本触れさせるぞ。開門。任される。承知。敵の息に飲まれてはならない。必ず戦線を維持するのだ。討ち死に。討ち死に。大気象、始末いたした。任せろ。討ち死に。見えた。おう、やるではないか。全て壊そう。あばめるものか。任される。貴様、なぜこのような真似を。打ち死に。せいや、増量。信長に寄り添い歩むだけでは乱世は終わらない。それが俺の答えだ。信長様、弥助が支えます。皆さん、敵の進軍止めてください。伊賀人にも織田勢にも隙にはさせない。寺の要衝を抑えろ。せいや、ゾリャン。せいや、せいや、ゾリャン。救援行。せいや、討ち死に。あないわ。討ち死に。承知、承知。救援か。オンに切るぞ。ここで押しまけるようでは信長は撃てない。さらに突き進むぞ。我らも味方の奮戦に応えるぞ。俺はここだ。十分。
どこからでもかかってくるがよい。一瞬単身現れるか、信長。つくづく大胆不敵な男だ。織田信長、この明智十兵衛光秀があなたを撃って乱世を終わらせる。名乗りの黒さはついに変わらずか。よかろう、ならばその覚悟を示せ。はあ、十兵衛よ、お前の刃でこれを倒してみよう。俺の刃はもう生蔵ではない。信長、あなたを撃ち。承知した。それを証明する。信長様、お下がりください。この場は安家にお任せを。開門。安家か。十兵衛よ、一旦勝負はお預けだ。任されよ。打ち取れなかったか。次の機会は必ずやものにせねば。殿の行く道阻ませはせぬ。明智の布陣乱れています。隙を突きましょう。皆心してかかるのだ。ここを越えねば信長には届かぬ。父上をお守りしなくては。皆の者、急ぎかす手に向かうぞ。造園か。奴らを本能寺へ近づけては俺たちの旗色が悪くなりかねないが。父上への恩を仇で返すとは許せぬ。信長を撃てば遅からず仇討ちが来よう。先を見せ、今は味方の被害を抑えねば。打ち死に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 。父上のため負けられぬ。武装の刃、すべては破壊のために。信長様をお守りせねば。打ち死に。さてなんだか。打ち死に。打ち死に。父上、どうかこっちで。打ち死に。今はやれる。全てはなすべき正しき。誰であれ俺を阻む者は切り伏せるのみ。災いは受かった。これにてたやすく進めよう。打ち死に。お力添え感謝いたす。任され。部屋をご所望ですか。無事を受けて血を見せたら打ち死に。甘いわ。
打ち尻。果てよ。なんと目覚ましきご活躍。ただ負けることできません。信長様、お逃げください。敵の主力は蹴散らしたか。ならば残る将は信長のみ。早く来い忠兵衛。開門。そこか信長。待っていろ、すぐに向かう。敗北条件変更。殿、それがしがついておりまする。どうか心置きなく本懐を遂げられよ。ダメだ光秀さん、親父と戦わないでくれ。閉門。光秀、お前はやはり信長のもとへ。一瞬すまない、道を開けてくれ。光秀、やはりとどまっていた。親父と光秀さんが争うなんておかしいだろう。こっから先には行かせねえぞ。光秀さん、なんでだよ、なんで親父を。これがあんたが見つけた道だってのか。信長をかばうか三月。どうやらお前の道も定まったようだな。まだ引けねえ。消えろ。すべて壊そう。の覚悟ってわけか。開門。決着をつけるぞ信長。ようやく乱世が終わるのか。信長を撃って、それで、いや、見えた。おそらくそれではまだ今しばらく歩みを止める暇はないな。妥協はもう十分。そろそろ決着をつけるぞ十分。望むところ任されよ。必ずやこの手であなたを撃つ。よいぞ十分。だがそれ式の刃では信長は倒せん。見えた。返してみろ。今まで研ぎ澄ませてきたこの刃で必ずやあなたを切り伏せる。すべて壊そう。乱世を壊し尽くすため、乱世の象徴たるあなたを倒す。これが
俺の出した答えだ。それでいい。親父！うん、乱世は終わる。新しき世はお前が見届けよ。信長様から明智殿に。これは左文字。我らも誓い、必ずこの手で。本能寺にて信長を討ち果たした光秀は、利光らと共に天下奪取を目論む謀反人として精力的に動く。手始めに公家に働きかけ、天下人としての大業を得る準備を進めると、近隣勢力を抱き込むべく使者を送った。また各地の反織田勢力に同盟を出し、地方で戦う織田家臣らの動きを厳しく牽制する。そうして天下をつかむ準備を整えながら、光秀は仇討ちに訪れる者の存在を心待ちにしていた。そしてついにその時が訪れる。光秀の目に映る旗印は秀吉のものであった。山崎の戦い。来たぞ光秀さん。やっぱり秀吉さんたちだ。やはりな。秀吉が天下をいただくに足る正気か否か、この目で見極めてやろう。もし秀吉さんにその器がなかったら。無論その時は俺が新たな天下を作るまでだ。その勢いよし。この利光殿の未来を開くべく、どこまでも邁進いたす所存にございまする。おう、俺もやってやる。親父と光秀さんの願いは必ず叶えないとな。心強いな。頼んだぞ利光、美月。お前たちは先に支度してくれ。俺も後ほど向かう。はっ、行くぞ美月。さみだれが俺たちの業を注ぐことはない。なればこそ信長、俺は。誓いを果たす。一丁かまそうぜ。我らは帰る。地の領を得るが肝要だ。天王山を奪い、この窮状を打開せん。攻め始め、本陣周辺の敵を切り伏せ、戦線を押し返すぞ。この昇竜寺城、我らの要、必ず守り抜きましょう。出ろ。
旧敵明智光秀を必ずや討ち取るのだ。果敢に攻め立てろ。陣頭指揮は官兵衛が取っているようだが、どこに潜んでいる秀吉。やはりな、必ず切り伏せん。任せろ。これで憂いを一つ立てたか。やはり相対すれば秀吉か。奴の野心の強さは随一。さもありな、相手にとって不足はない。奴の器、この目で見極めねばな。敵将ぶっ飛ばした。力及ばずか。おお、やるではないか。任せ。さあかかってこい。戦線は押し返した。任せろ。いざ天王山へ打って出ん。開門。天王山は延命寺川の向こうか。まだ兵を失うわけにはいかない。川沿いの砦を奪え。大概に城を見つけ、バカを知らなきゃ治らねえのか。もう俺は昔のバカな俺じゃねえ。証明してやるよ。一旦引くしかねえな。俺はこの乱世を見届ける。親父の願いは俺の使命だ。俺の刃から逃れられると思うな。あばめる者か。叶う相手ではなかったか。おお、やりましたね。返してみる。暴めるものか。力及ばずか。風は我らに吹いている。全軍天王山へと疾駆せよ。天王山は足場秀吉がいただいた。時を稼いだ先兵たちには感謝しねえとな。秀吉、一足遅かったか。残念だ。しまいだ。さあ恩人を落とすぞ。開門。戦線を保てねば勝機はない。敵の渡河を防ぎきれ。撃て鉄砲隊を。承知承知。蜂の巣にしてやれ。使ったか。ならば敵情視察もここまでよ。お命ちょうだい。睨んだ通りか。奴らはここで始末せねば。それおののけよ。神代小兵、景気よく打ち直せ。この音は返してみる。敵の鼓だろうか。味方が蹴押されなければ良いのだが、地の利は奪われ兵力差は歴然。この窮状
いかに覆すべきか。急げ。全て切り伏せる。敵将切り伏せた。叶う相手ではなかったか。悔しいがここまでか。殿の腕ならば当然ゆえ。策の妨害はさせない。貴様らの行動は全て計算のうちだ。承知。甘く見たな秀吉。この程度では俺は倒れない。殿、それがしは一度昇竜寺城まで退き、あえて前線を下げて敵を引きつけまする。奴らが本陣に気を向けているその隙に、殿は天王山へお迎えあれ。利光、決死の策に出たか。ならば俺は何としても敵本陣へ向かわねばな。敵本陣への道を開く。迅速に敵を切り伏せよ。ひとまず被害の拡大は防げたら。見事潰してやれ。吉光が本陣で頑張ってるんだ。俺もその思いに応えねえとな。道は開けた。敵本陣へ急げ。我が命、全ては殿のため。敵は某が一手に引き受けまする。平門。利光、敵もろとも果てるつもりか。敗北条件変更。から逃れられると思うな。来たな。官兵衛殿の進言通りだ。門を閉め、奴らを仕留めよ。平門。これで敵に我らの動向は漏れまい。この襲撃も見抜かれていたか。だが天王山へ行くには敵本陣を潰さねば。本陣をおとりに我らを陥れる算段だったようだが、その動きも計算通りだ。勝利は俺たち羽柴のためにある。この地で果てろ謀反人め。逃がさねえ。俺の全力。策がカンパされていたとは。
トシミツ、無事でいてくれ。まあこんなもんだろ。よーく聞け。返してみる。俺の技こそ天下無双だ。無念なり討ち死に。定めるものか。叶う相手ではなかったか。敵本陣は我らの手に落ちた。秀吉、天王山にて待つがいい。開門。敵の兵数想定以上だ。内情を探りきれなかったのが響いたか。見つけ。迷いはないな。当たり前だろ。宮地と光秀さんの願いは俺が叶えさせてやるからな。殿、どうか悔いなき選択を。討ち死に。斉藤利光、その中心に敬意を表そう。残るは光秀だ。必ずや討ち取れ。開門。利光、お前の覚悟無駄にはしない。利光、かっこつけやがって。恩人が落ちた俺たちに残された時はわずか。秀吉との決着を急がねば。私はやらせねえ。分かったぜ。本陣は落ちた。これ以上抗う。武装の刃、全ては破壊のために。討ち死に。甘い。全て壊そう。どけ、和氏。俺たちは秀吉を倒さなきゃならないんだ。主、任せろ。つき、俺はお前を始末する。天下、主のものだ。お前らには渡さねえ。開門。光秀様、申し訳ありません。討ち死に。信長殿、ご一心どうかお果たしください。討ち死に。任せろ。討ち死に。討ち死に。返してみる。この城は羽柴の手中に帰した。平坦も断たれ、明智はもはや虫の息だろう。助太刀、感謝します。討ち死に。返して。俺の刃から逃れられると思うな。貴様、今さら何をしに来た。この地は羽柴の手に落ちたというのに。主君自ら仇討ちか。この後に及んで情に流されるとは。物の譜として下の下だな。失ったものに皇帝はしない。俺が刃を振るうのは全て使命のためだ。俺を倒そうと秀吉様の勝利は揺るがない。いたずらに抗わないことだ。言っていろ。俺は己が使命を全うするのみだ。
俺の刃から逃れられると思うな。俺の刃から逃れられると思うな。よう来たな。さすがはオイラの出世がたきだ。決着をつけようぜ光秀。止まりはしない。お前の考えなんて関係ねえ。信長様の仇を討って天下をつかめ。ただそれだけだ。やってみろ秀吉。お前にそれだけの器があるならな。月、お前が光秀についてどうするよ。あいつはお前の親父を倒した仇だぞ。俺は親父に託されたんだよ。光秀さんと共に乱世を見届けろってな。一緒だ。この敵を撃って必ず天下を掴むんだ。ここで引いてたまるかよ。次の天下を担うのはこの羽柴秀吉だ。次で断じてお前じゃねえ。お前の覚悟しかと受け止めた。俺は死力を尽くしお前を撃つ。俺の刃から逃れられると思うな。甘い。全て壊そう。なところでその程度か秀吉。残念だ。貴様の器天下には届かぬようだ。ここまでか。秀吉様。主。勝ってもこのざまだ。ありがとな、お前たち。秀吉様、大将首を。もういい。秀吉様。死ぬな。しっかりしろよ、光秀さん。あんたはまっすぐすぎるんだ、昔からな。信長様の仇討ちはなった。引き上げるぞ。喋るなよ、傷が開くぞ。ほら、ちょっと休め。
でな、おい、なんだそれ。おお、悪くない。そうなのかしら。いいわね、とても素敵だと思うわ。なんだよそれ。だろ、俺もそう思ってたんだよ。俺の希望は